ジョージ・ヘンリー・ホールはアメリカ合衆国の画家であるボストンで生まれた。父親はアイルランド系の成功した材木賞であるニューハンプシャー州のマンチェスターで育った。独学で絵を学んだ後、ボストン美術協会の所属し、他の会員から学んだ。1842年からボストンに墨肖像画家として働き始め、ボストンの展覧会に参加するようになった。 1939年に創設されたアメリカンアートユニオンは一般の人々から年会費を集めアメリカ人画家の作品の複製版画を販布しギャラリーの入場券やオリジナル絵画が当たるくじを配布するという組織であったが1848年にアメリカンアートユニオンは3枚のホールの絵画を買い入れたアメリカンアートユニオンの事務方の提案でドイツに留学することになり 翌年、さらに7枚の絵画が買い上げられ、その代金で、デュッセルドルフに渡る費用がまかなわれた。もう一人の画家、イーストマン・ジョンソンも同行した。1849年に、デュッセルドルフ美術アカデミーに入学し、ルドルフ・ビークマンやハイン・リヒ・ミュッケの下で学んだ。その後、パリやスイスを旅し、ローマには1年ほど滞在した。1852年にアメリカに戻り、 ニューヨークに住んだ。1853年からナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会に出展を始めた。多作な作家として知られ、様々な分野で多くの作品を残した。特に生物画で人気を得た。19世紀半ばにアメリカで花やみずみずしい果物などを描く、生物画の人気が高まり、ポール・ラクロはセベリン・ローゼン。 ジョニー・フ・フランシスといった画家らと生物画を描いた。スミソニアン・アメリカ美術館によるホールの紹介記事では、ホールをアメリカで最も尊敬されている生物画家の一人としている。1880年代半ばに、ローマで女性画家、ジェニー・オーガスタ・ブランズ・クーム、1850、1936と知り合い、同じスタジオで活動し、彼女を教えた。ありがとうございます。